される魚下顎が上顎より、やや突出するので、受け口の名が付いている。また、その頭部の形状からな長場へ、馬面などの別名がある。日本の秋田県、山形県、新潟県、長野県に分布する。阿賀野川、最上川、信濃川などの大きな河川に生息する。なお、信濃川水系の個体は、2004年に絶滅したとの。 報告がされたが、2007年の調査で捕獲された。ウグイ族の中では、最も大きくなり、全長60センチメートルほどになる。中には80センチメートルまで成長する個体もある。後頭部から糞にかけて、直線的で扁平な頭をしており、下顎が上顎より、やや突出する。下顎の先端が黒い。繁殖期には、婚姻色として腹部に、 縦帯が赤く一本出る。頭部高端から背びれ全部までの鱗は40枚以上、側線鱗数は85枚以上になる。流域の大きな河川の上流から中流域にかけて生息する。産卵は6月頃に行われると考えられている。生息地が限定され、個体数も少ないため生態については不明な点が多い。 山形県鶴岡市の施設博物館、ではの里見来遺産館」の研究者によると、庄内地方では、生魚が最上川中流だけで見つかるのに対して、稚魚や幼魚は、核河川や農業用水で採取報告があり、産卵のためも上川へ戻るのではないかと推測している。公開特性はない。1963年に、中村守順によって、 福島県只見川水系の調査で発見され、他のうぐい族とは明らかに形態が違ったため、受け口うぐいの和名が付けられた。しかし、個体数が少ないために、生態や行動がよくわからず、うぐいの亜種なのか、または、型なのか、それとも、別の種なのかはっきりしなかったため学名が付けられて、いなかった。近年研究が進み、 他のウグイ族の魚と比べて遺伝的文化が明確であることと、また雑種ができないことから2000年に新種として記載された。学名の種商業中村井は、発見者の中村に敬意を表して、懸命されたものである。ドイ・ア,ツシアンド・ヒロユキ・シンザは、トリボーラドン中村井、エーニュー・サイプリニドフィッシュフロムザミドルパートオブ本ュ・アイランド。 ジャパン、ラッフルズブレッティン・グオブ・ズ・ロジ点48.2、241から248、絶滅危具合ビー発見時より、個体数は少ない。河川回収による、生息域の圧迫に加え、木だった、保護活動が行われておらず、ウグイ族の多魚種と、区別されずに漁獲されることもあり、さらに個体数減少が懸念されている。ありがとうございます。